どうも皆さんこんにちは、今回からこちらのチャンネルで、実況動画の方を上げていこうと思っております。ラスクと、申します。以後見知りおきよということでよろしくお願いします。いいんだよ茶番はよ、茶番はいいんだよ。ということで、はい、どうも皆さん、お久しぶりです。いやーまあね、まあいろいろとね、もう積もる話はあるところなんですが、まあちょっとね、まあ話すことはちょっと多すぎるので、まあ順を追ってね、まあ順番にこう説明していくんで、まあとりあえず落ち着いてね、耳だけお借りできればなと、思っておりますと。まあもうすでにご存知の方というか、もうご存知じゃない方はすでにこのチャンネルに行き着いてないと思うんですけど、ですね、メインチャンネルの方がですね、消されました。はい。こちらは一応、まあ、2代目のメインチャンネルっていうことで、まあ、これから活動していくんですけども、消されたメインチャンネルの方、一体何があったかっていうことについて、まず話していこうかなと思います。はい。言ってもね、なんかすごい、無理やりテンション上げてる風に話してるけどね、もう心、もう心境、俺の心の中はね、本当にブルーで、もう落ち込みでやばいんで、ちょっと、もう無理やりテンション上げて、なんとか盛り上げていこうと思ってるんですけど、本当にね、メンタル傷ついたんで、まぁ、ちょっとね、かなり、送ってきた、こう、今回のこのね、著作権侵害の件について送ってきたところに対して、まあかなり憤りを感じてる部分はあるんですけど、まあちょっと、その辺は、ね、怒りを鎮めて一旦ちょっと説明の方を、していこうと思います。まあもうすでにね、メインチャンネル、消されましたけど、の方で動画はもう上げてたと思うんですけど、まあ著作権違反のね、著作権侵害か、はい、を2回ほど、受けてたんですね。のびはざの実況を2本ほど、削除されて、1本目が9月の24日に削除されて、2本目が9月の30日に削除されたと。で、これもね、再三説明したことなんですけど、YouTube で、著作権侵害を3回受けると、まあ、アカウントがね、止められる、凍結されるっていうことで、まあ、普通だったら3度目のことをね、やらないように気をつけるっていうところなんですけど、今回そのね、これから著作権侵害にならないように気をつけますっていう意思表明をした動画がね、著作権侵害で動画が削除されて、まさしくそれが3個目の著作権侵害で、消されたことによってチャンネルがね、削除されてしまうという、まあ、なんともね、特大ブーメランを放り投げてしまったわけなんですけど。その消された動画っていうのが、まあ、まず普通に内容はね、まあ、今回のこの著作権侵害で2本動画が消されたんだよっていうことを皆さんにね、報告するだけの動画だったんですけど、まあ、ちょっとその動画の最後の方に、まあ、ちょっといらないことをしたというか、まあ、ちょっとしたね、ジョークでね、まあ、小学館と、小プロのね、あれを爆破するっていう映像と、最後にね、ギャラティックノバと共に、宇宙の塵になるっていう、まあ、お決まりのオチをね、つけたんですけども、まあ、どうやらそれがね、天下の小学館様の逆鱗に触れてしまったみたいで、かなり、ご立腹だったということで、普通ならば考えられないんですけど、それがなんと著作権侵害っていう形で動画が消されてしまいまして、ものの見事にスリーアウトを食らって、アカウントが停止されたという形になりました。いやもう本当に申し訳ない、もう今回ばかり本当に、いや今回ばかりだっていうか、もう本当に全面的に俺が悪いんだけど、本当に申し訳ありませんでした。もう本当に皆さんに多大なご心配とご迷惑をおかけして、もう改めてもう謝罪の方をさせていただきたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。はい。まあとりあえずの流れとしてはこんな感じなんですけど、まあちょっとこっから先は、まあそうですね、今後の方針についてというか、まあちょっと先の話をしていこうかなと思っております。もうすでにね、この動画を見てるということは、もうこのチャンネルはね、チャンネル登録されてる方っていうのが、まあ、ほとんどだと思うんですけど、まあ、それに並行してさらにもう一個チャンネルを、作りました。その名もラスクの過去動画保管庫っていう、まあその名のズバリなんですけど、そのチャンネルでは、
過去動画、今までに俺がこの6年間、作り上げてきたチャンネルに、上げてた動画を、順番に上げていくっていう形のチャンネルになります。はい。2012年の、あのチャンネルで一番古い動画といったら、まあ、寄生ジョーカーの実況からなんで、まあ、もう多分すでに上げ始めてると思うんですけど、そちらの方で昔の動画をね、昔から順々に上げていくような形で、活動をしていこうかなと思っています。で、このチャンネルは、これからどうなっていくかというと、主にね、最新の動画、新しめの動画から上げ直してすぐに、最新の、前のチャンネルで言うと、あれかな、赤の世界と、細胞新曲かな、進行中だったゲームをすぐに、投稿再開できるように、わりかし新しめの動画から上げ直してすぐに、新しめの進行してた動画を投稿できるような形にしていこうかなと思っています。まあ1個のチャンネルでね全部上げるってこともちょっと考えたんですけど、まあ何分6年間築き上げてきたもののねでかさというか、まあ言ってしまえば俺はあのチャンネルで700本動画上げてたんですけど、それをちょっとね投下していくってなると、まあ、すげえ時間かかるんで、アホみたいに時間がかかるんですね。はい、ちょっとこれはちょっとさすがにね、ちょっと最新の動画待ってくれてる人からしたら、まあちょっと本当に時間がかかってしゃあないということで、ちょっと昔の動画はそちらの過去動画保管庫っていう新しく作ったチャンネルの方で順番に上げていくので、そちらの方の登録もよろしくお願いします。で、このチャンネルは、わりかし新しめの動画から上げ直してすぐに、最新の動画に追いつけるような形にしていこうかなと思っております。はい。もう本当に今回の件でちょっとたくさんの方に、ご迷惑を、おかけてしまってて本当にごめんなさい。本当にいやもうちょっとマジで反省した。ちょっとね、いやまあなんか編集系というかかなりこうふざけするところはまあ昔からあったところではあるんですけども、ちょっと今回で本当に反省したんで、ちょっと本当にその辺のことはこれからね肝に銘じて、もう二度とこんなこと起きないようにしていくんで、ちょっとどうか皆さんも、ついてきてくれると、ありがたいなと思っております。本当に申し訳ございませんでした。本当にごめん、マジでごめん、本当に申し訳ない。はい。で、そう、まあこれもね、まあツイッターではちょこちょこ言ってたんですけど、その上げてた700本近くの動画、まあさすがに全部サルベージすることはできなかったんですけど、まあ大体まあ8割弱ぐらいはね、回収できたんで、そちらはね、順々に上げていこうと思っておりますので、まああえて回収しなかった動画っていうのもあるんだけどね、ちょっと黒歴史的な意味で、まあちょっとこれは別に回収しなくていいかなっていう、まあ完全に俺の独断と偏見で選んだ形になっちゃいますけど、まあそんなこんなで順番に上げていくつもりですので、まあ、もしかしたらその回収しなかったゲームについてはもしかしたら再実況するかもしれないんで、ちょっと本当に中途半端で止まってた動画とか結構あったんで、まあ上げ直していく過程でね再実況してまた上げていくっていうことも一応考慮に入れてるんですけど、一応このチャンネルではさっきも言った通り、新しめの動画と、あとまあそうだね、結構人気のあった実況、割と再生数を稼いでた人気のあった実況をメインに、上げていこうと思うので、どうかそちらの方も、見ていってくれればなと思います。こんなもんかな。はい。ごめんなさい。ちょっととりあえず喋りたいことは喋り尽くしたんで、まぁ、ちょっと今後ね、またなんか、追加でなんか言うことがあれば、まぁ、これから投稿していく動画の中で多分言っていくと思うんで、まぁ、その辺は合わせて見ていただければなと思います。はい。まぁ、とりあえず、ね、まぁ、怒ってしまったことをね、いつまでもくよくよしててもしょうがないので、まぁ、前を向いてね、まぁ、起きてしまったことをもう全面的に受け止めて、なんとかこれからも頑張っていくので、どうぞ変わらず見ていただければなと思います。それでは。